実業家、ゲームプロデューサー。ミクシー代表取締役社長、経済同友会、スポーツとアートの産業会委員会副委員長、ティップスター担当役員、神宮の森芸術祝祭実行委員会会長、モンスターストライクを開発、リリースした。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科卒業、東京都杉並区生まれ、東京都杉並区出身。 東京都立杉並高等学校を経て、東京都立大学工学部電気工学科に入学するも中退。大学中退後は、父親が脱サラして設立した電気設備関連会社で営業を務めた。2003年携帯コンテンツ会社のモバイルプロダクション入社。2005年インデックス入社。2008年ミクシー入社、モバイル事業部配属。 同年ミクシーミクシー事業本部企画部パートナーサービス企画グループアライアンス推進チームサービスプランナーミクシーゲーム事業部でサンシャイン牧場のコンサルティングを手掛ける開始約3ヶ月で利用者300万人を突破その後モンスターストライクプロジェクトの立ち上げに当たった2012年ミクシープロダクト開発部プロダクトオーナー 2013年ミクシーモンストスタジオプロデューサー。2014年ミクシー執行役員、モンストスタジオ部長。2015年ミクシー取締役、モンストスタジオ本部長。2017年ミクシー取締役、ズフログ事業本部本部長。2018年からミクシー代表取締役、社長執行役員。2018年には、自身の経営理念を書いた著書。 自己破壊経営ミクシーは、こうして進化するを発売。2020年代表取締役社長就任。2021年は稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程を終了。日本経済新聞には、ミクシーを救った落第青春年のモンスト開発と分析、評価された。ありがとうございます。